未来をねじ曲げる。僕はそう信じた。誰しもが笑って過ごせる元気とユーモアのある社会を。諦めろ。俺の言った通りになるだけだ。全員死ぬ。そんなことはさせない。そう決まっていたとしても、脳天一撃マンチェスタースマッシュ。病人か。なぜ君は本当に言われたことを守らないよ。神野の悪夢と呼ばれる大事件、一夜にして多くのヒーローたちに大打撃を与えた翌日、僕はオールマイトに呼び出され殴られた。そしてもう戦える体ではないこと、つまり事実上の引退を聞かされたんだ。テキサススマッシュ。君ってやつは本当に言われたことを守らない。全て無に帰るところだったんだぞ。まったく誰に似たのやら。ワン・フォー・オールの残り火は消え、マッスルフォームもろくに維持できない。だというのに君は毎度毎度何度言われても飛び出していってしまうし、何度言っても体を壊し続けるし、だから今回君が初めて怪我をせず窮地を脱したこと、すごく嬉しい。これから私は君の育成に専念していく。この調子で頑張ろうな。この言葉が、頬に残る弱々しい痛みが、僕にオールマイト時代の終幕をじんじんと告げていた。強くなれるかなではない、強くならなきゃいけない。オールマイトの腕の中で泣きじゃくる僕は、いつかの特訓の日々を思い返した。緑谷少年、チュートリアルの時間だ。まずは全ての操作方法を確認するんだ。この特訓が未来の君を強くするんだ。習うより慣れろってね。私も昔はお師匠にボコボコにって、ま、この話は別の機会に。さあ、超えていこうぜ。ちょっと待て。かける僕らは本気だ。あっせんよ。で、叩きつけた。足を中心にせんよ。せんよ。せんよ。で、じゃあこれが。せんよ。ここで出せる。この形を。足技だ。さあ、ここで進む。蹴りだ。剣飛ばせ。諦めなさい。これが。
レクチャーの時間だぜ、リスナー。あー、よれりストーリーを追体な鍛錬ひじあなステップ鍛錬があるのみ。コントローラーが複数あればみんなで遊べるぞ。キャラクターを決めるんだよね。コントローラーが複数あればみんなで遊べるぞ。キャラクターを決めるんだよね。プリセットから選ぶのかい。このコスチュふざけんじゃねえぞ。守り抜いてみせる。俺にやらせろ。冷静に行こう。ステージを選ぶんだよね。ステージの雰囲気が変わるんだよね。キャラクターを決めるんだよね。冷静に行こう。ステージを選ぶんだよね。ステージの雰囲気が変わるんだよね。もう傷つけさせない。
もう一度差し伸べる。誰も死なせない。
ャラクターを決めるんだよね。守り抜いてみせる。相手してやるぜ。キャラクターを決めるんだよね。相手してやるぜ。キャラクターを決めるんだよね。コントローラーが複数あればみんなで遊べるぞ。キャラクターを決めるんだよね。守り抜いてみせる。相手してやるぜ。ステージを選ぶんだよね。ステージの雰囲気が変わるんだよね。笑顔を。ラウンド1レディークラッシュ。そそに蹴りをつける。てめえこの力で何としてもやっとけんだ。目の前の攻撃をね。ブラドタム守るだけじゃダメ。考えさせないぞ。出せっか。いや、これでないよ。そりゃ叩け。てえな、てえな、てりゃ、てえな、勝つんだよ。ビュッツ、おれ、せえ、こっちだ。しやろ。めんどくせえ。ベッドを、ね、出発。届くぞ。こんぐらいやる気あんのか。なんとしても負けるか。こんぐらい笑ってよ。欲しいんだ。上から反動で出るよ。確実にこの力で叩く。やっちゃおりゃ。こっちだ。
強くなるんだ。